どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はモーティブの最新ボールクリムゾンジャッカルを初投げしていきます。はい、ドリルするところまでは動画出しました。そして今回はモーティブこの最新ボールですね、クリムゾンジャッカルを初投げしていきます。はい、結構またセンター違って照明当たると思ってるよりも5000番なんですけど光って見えます。一体どんな動きをするのか早速投げていきますので最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきますということで早速投球します。今日は1投目のみです。スペア流れるシステムになっております。いきます。曲がりすぎ、ちょっと手前から出てしまったのでないところで反応して曲がりすぎました。気を取り直してもう一度いきます。で後ほど比較ボールはプレミアム3を持ってきている、プレミアム3じゃない、どんだけ前になっちゃってる、プレミアム7を持ってきていますのでそちらも後で投げてみます。もう一度いきます。はい、手前から出さないように要注意。いきます。はい、うちはやっぱちょっとこう伸びてると言いますかフレッシュな状態ではないので少し内々行くと甘く感じます。ピンは飛んでるんですけど、まあ、絡むような、今は薄めすぎて絡むようなピンアクションではないですね。はい、3球目、そろそろストライクが欲しい3球目いきます。11枚ぐらい通したい、11枚通したい。はい、どうだ。狙ってたところには投げたんですけどやっぱ手前から出てるんで厚めにいってますね。はい、ジャッカル思ってる以上に暴れます。このオイルのノーターンにすごく今のところ左右されてますね。それではもう一度いきます。大丈夫ですかこの動画、ジャッカル売れるかな。完璧でしょこれで。はい、ようやく4球目でストライク出ました。すごいですね、1,2,4,7がこう綺麗に全部が寄りかかりながら倒れていきましたね。はい、押し込む力、インアクションはいいんじゃないかなと思います。はい、もう一度クリムゾンジャッカルいきますよ。今と同じようにいきます。はい、ちょっと薄い、なるほど、なかなかストライクになりづらい。ちょっと気分転換にツアープレイ7を同じところ投球してみます。ツアープレイ7同じところ行きますよ。はい、はい、ツアープレイ7もあれくらい奥がこう緩くなってるぐらいちょっと先にオイルがある状態になっています。今のもすごい完璧に投げたんですけどご覧の通りあまり寄ってこなかったですよね。そんな感じになっております。ですのでクリムゾンジャッカルがあれだけ曲がってきてるのはツアープレイ7より曲がり幅が大きいということではないでしょうか。もう一度いきます。クリムゾンジャッカルです。より丁寧に12枚しっかり転がす。よし来い。はい、本当に微妙なんですけどその微妙な差でタップするかストライクになるかですね。はい、もうちょい、もしかしたらあれですね、表面加工
した方がいいのかな。常にフレッシュのレーンで投げれるわけじゃないですからね。なのでこれだけメリハリが強すぎちゃうと、ちょっと今何球かしか投げてないですけど、点数につながりづらいのかななんて勝手に思ってしまってます。もう一度いきます。完璧じゃない。はい、ピンアクションすごいですね。全部が押し込まれていく感じです。弾け飛ぶっていうか、こう後ろに押し込んでますね。はい、もう一度ツアープレイ7投球しましょう。ツアープレイ7ちょっと薄かったから半分ぐらい戻っていきます。でも手前から出さずに、さあちょっと出てますね。はい、本当に微妙な差です。出ちゃうと曲がりすぎる、打ち行くとオイル感じすぎる。はい、なのでこういうレーンはやっぱり中を丁寧に投げるか、もっとこのメリハリを感じないように曇ってるボールを投げてあげるといいんじゃないかなと思います。もう一度ツアープレイ7ストライク出したい。よし来い。わお、ほぼほぼ狙い通りまっすぐ投げれてるんですけど、やっぱオイル感じてるんで薄めです。たまたまメッセンジャー飛んできましたけど、やはり薄めですね。はい、なので中を少し転がしてみます。スピード落としてちょっと5枚ぐらい寄ってみましょう。はい、最近の練習の成果ができるか。スパットももちろん内に変えます。いきます。あーちょっと出すぎ。はい、ちょっと出すぎて厚めになってしまいました。もう一度、でもスピード落として転がすことによって出すぎてますけど曲がってきてます。もう一度、ちょっと目線が外すぎましたね。もう少し内側を見て、はい、いきます。で曲がる人は当然もっともっと動きが出ると思います。これでどうだ。ちょっと薄いか。はい、さっきよりも内にしたんですけど、狙い通り行きましたが、私の回転だと先が少し足りませんでした。でも悪くないですね。ただ初投げからあんまり使いこなせていないのは事実です。よし、ストライク出しますよ。ちょっと元に戻ります。はい、自分の投球で。はい、 OK。 そうですね、あれくらいが今の僕の基本の投球でストライクが出るコースかなと思います。はい、本日は八景点で投球しております。八景点のデイリーメンテですが、ちょっと稼働している状態です。よし、もう一度いきます。はい、はい、ということで、あまり僕はですね、やっぱライン幅を取るよりも今みたいに直線的に投げた方が非常に有効的な使い方ができるんじゃないかなと思いました。でも悔しいので、最後にもう一度内側から投球してストライクを出して終わりたいと思います。出るように頑張ります。いきます。いいんじゃない。はい、 OK、 よかったです。
ということで、クリムゾンジャッカル初投げしました。ちょっと最初オイルの濃淡にすごく左右されてポケットに集まらなかったんですけど、特性を理解して投げたら、はい、ご覧の通りだいぶポケットに集まってストライクも出るようになってきました。まあ、初投げなのでこれからもうちょっと投げ込んで表面加工とかもしたりして、もうちょっと、はい、使えるようになりたいと思います。ということで今日からはクリムゾンジャッカルとお友達になるためにいっぱい投げていきたいと思います。ということで皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。